これはメイが望んだことでしょ。初めて会った時からあなたの望んでいることは全部叶っているはず。違う？相変わらず自我を保とうとする意志が強い。そうだね。交流を続けられるように、もう少し落ち着いてください。ほらメイ、あの暗闇の中、もしくはペンダントがなければあなたにお願いできないわけではないよ。あそこであなたと会ったのは、ただ自分の家にいた方がより思いのままにできるから。互いに理解し合う意思がある状況なら、人は交流を行える。しかしそれは長い過程が必要になる。スキップできる方法があるのなら、それも一つの手だと思っていた。今後は気をつけるようにするけど、今回はたまには私も何かを証明したかった。とでも思っておいて。まだ意識していないの？あなたの記憶によれば、スーが説明したはずだと思うけど、私はね、まだ融合戦士になっていない頃から気づいてた。他人を説得することは私にとっては難しくない行為だと。長編手術はその性質を強くしただけなのかもしれない。それが物事の皮肉と矛盾。私は運命を見る能力を手に入れ、期待する権利を失った。しかし、それと同時に、私は別の意味で、他人の心を癒すことができ、変えたいという思いを叶えられる。私が最も気にする、結末以外は、戒律、絶望の命の方が、私にふさわしいのかもしれない。ええ、私はそこで生まれ育った。火を追う蛾が私を罪人だと認めるまで、そこから出たことは一度もなかった。メイはその理由を知っているのでしょう？
確かにそういう口実だった。私を閉じ込める理由は他にないはずでしょ。メイ、私は生まれた時から未来が見えるわけではないよ。他人の罠にはまり、どうすることもできない。私にだって、そういう時があった。かわいそうな人たち。彼らは、体も心も疲れていて、苦しんでいた。私にはわからない。彼らは様々な形で、私に長い間尋問を行った。そういう事実から、私が何らかの秘密を知っていると彼らは考えたようだった。火を覆う蛾の根本に関する秘密をね。もちろん私は何も知らなかった。そういったタイミングで、その療養所に現れた普通の女性という存在自体こそが、極めて危険で怪しい存在だったのかもしれない。それに、別の角度から考えれば、彼らは間違っていなかった。本心はどうであれ、その事故の導火線は確かに私だった。そして私から有益な情報を得られないと確信した彼らは、融合戦士を生み出すための手術台の上に私を乗せた。もしくは生きて役に立てるようになってほしかったのかもしれない。とにかくその後、火を追う側は二度と私を拘束できなくなった。その力を失ったから、私が残ることを選んだのはあまりにも複雑な理由があったから。エリシアの提案をちゃんと考える時間が必要だったの。メイ、あのペンダントは気に入らなかった？つけているところを見たことがない。私の能力は仲間を怯えさせることができるけど、魂のない崩壊獣には
大した効果がなかった。私は戦闘よりも、些細なことの方が得意だと思う。私たちには、ケビンのようなリーダーが必要だけど、同時に弱者の手を握り、希望がないと知りながらも、すべてが良くなると伝える人も必要だった。極悪非道な人たちばかりではないよ。赤日のヒーローの数は、あなたが想像したよりもずっと多かったかもしれない。メイ、あなたと私は比較的幸運な人間。多くのヒーローはたった一回の争いであらゆるものを失ってしまった。体が不自由になった者もいれば、怪物となり二度と日の光を浴びることができなくなった者もいた。さらに、失ったものに納得できず、人類と対立する側に立った者もいた。事実上、あそこは罪だらけというより、絶望に満ちていた。本物の罪人に関しては、この心は救えないと。私もかなり後になってようやく気づいた。それは私があそこに残る理由でもあった。罪人に救いの手を差し伸べられないけど、少なくとも人々の代わりにその悪意を受け止められる。ああ、急に重い話になってしまったね。お詫びに、メイにはもう一度、お近づきの印を渡しましょう。これは、私が作った彫刻。大したことはない。昔も、よくこうしていろいろ作って、贈り物をしていた。どうか安心して受け取ってほしい。メイが思っているよりも得意かもしれないよ。少なくとも英傑たちはみんな私が作ったアクセサリーを持っている。具体的に何なのかは当ててみるといい。メイ、わかってる。あなたの中で私はずっと暗い隅に隠れて様々な陰謀を企むような人間に見えるのでしょう。でも私だって退屈を感じる時がある。だから、知らないうちに、こうして工芸を覚えた。あまり役に立たないけどね。困った顔をしているね、メイ。私は受け止めるために存在する。私の前では遠慮する必要はない。メイだってそうでしょ？
どんな人でも永遠に続く嘘なんてつけない。この能力の本質のことは私自身も説明できないし、他人に理解を求めていない。スーはいい回答をくれたはずだよ。彼の言った意図は表現ではなくそのものだ。彼が話したように、私にとって生きている者たちは運命の意図に操られている。なんなら死んだ者だってそうだ。一挙手一投足に自由がない。絡まった糸、長さが定まらない細い文様、揺れ動くろうそくの光、さまざまな比喩で私の所見を描写できるけど、それ以上は説明できない。見えるようになったばかりの頃は私もその意味を理解できなかった。糸の色、伸びる軌跡、それらの法則も感じ、得る中で徐々にわかるようになっていった。その後に起こることと結びつければ、大して難しくはない。ただ、少し時間が必要だった。構わない。思い切りチャレンジしてみるといい。真相を信じるには、過程というものが必要だから。私自身も例外ではない。誰もが信じたいはずだ。未来は決まってなどいないと。メイ、できれば多くの時間の中で私を衣類扱いしないでくれる？私にとって人の心は勝手にもてあそべるものだと、そう思っているのでしょ？だけど私だって、セールの時はきちんと列に並ぶ。とはいえ、当時の私が最も困惑していたのは、真相を知らないことに対してではない。知っている？メイ。人の終点は、私が糸の法則の中で最も見分けやすく、最も早く予知できるようになったものだ。私はそういう前提のもと、己の視野が何を意味しているかを徐々に理解していったの。物語にあったように、私はずっと彼らの暮らしを探し求めようとした。結果的に、先に彼らの死と向き合わないといけなかった。やめていないよ。ただ、もう最後の希望を抱いたりしない。メイ、本当の自由を手に入れた人を見たことがある？現実の制限が一切なく、欲しいものを何でも手に入れられる。そういう絶対的な自由を。
私は見たことがある。彼女は意のままに他人に影響を与え、行く道へと導いたけど、その結果は全部破滅に終わった。そのせいで彼女は悪人となり、知る人全員に恐怖を与えた。そういう例外がなくても、最小限の自由を手に入れた人々が最初に考えるのは、その自由を悪に使うことだ。人は行動すれば過ちを犯す。例外はないよ。もちろん全部を否定しているわけではない。最初、自由は邪念となるけど、悪が続いてもあるタイミングで急に善に傾く。その理由は私にも説明できないけど、それが今まで見て聞いてきたことだから。私の戒律はその人たちを守るためにある。本当に善の終点にたどり着けた人はめったにいない。多くの人は悪事を働きながら破滅していった。他人の手、あるいは己の手によって。なら彼らのために、最初から不自由の境地にいた方がより安全だと思わない？開拓者たちは心のままに開拓すればいい。私が気にかけるべきなのは、弱者を安らかに眠らせることだから。最初から終点に着くことのない人々の魂が暗闇の中でもがく姿を見るより、彼らが起点で一生を過ごすことを願っている。ええ、道徳の限界は千変万化。完璧な基準は最初から存在しない。どれだけ前提を作っても、どれだけ周到に考慮しても、善意による束縛は悪い結果になる。そういうたくさんの過ちを私は犯してきた。ひいてはあなたの知っている悲劇を引き起こした。その後、私はようやく理解した。人間の本性は変えられない。私が意図を見えるようにね。束縛を加えてもかえって頑なにさせてしまう。ああ、その人は悔しいけど私だよ。
構わない。疑問があるなら話してみるといい。面と向かって私に対する悪意を吐き出す人はたくさんいた。悲しいけど、慣れることはそう難しくない。そう、それはメイや他の人たちを未知へと向かわせたくない理由でもある。垣根を越えた代価、それは事故と犠牲による目覚ましい成果だから。おそらく根本的な理由は、人間は意識の存在を過大評価するのに、時には過小評価するからでしょうね。戒律の最終的な表現は内容にもよるけれど、誰かを制限するための壁ではない。体の機能に影響を与えることすらできる。生きたいという強い欲求の他に、普通の人にあるはずのない回復能力を手に入れる。致命傷を受けたとしても、少し長く持ちこたえるの。もちろん、そういう能力は融合戦士の持つ特性には遠く及ばない。結局、それは人体の潜在能力に過ぎない。ある方向が確立されたら、その後、戒律は極限へと向かわせられる。だから、火を追う側はそれを重要視し、彼ら自身の意志で多く使用できるようにした。彼らはそれを神音と名付けた。いい名前でしょ。そう、彼女は希少な成功者。あなたが推測したように、戒律がもたらしうる影響は、どれほど優れた想像力があったとしても、完全に予想はできない。そして神音は、ある角度からすると、わざと制御者を捨てた産物とも言える。不和より前に、そのせいで誕生した異類は、数えきれないほどだった。そうする立場を私は持っていなかった。だけど、どうか信じてください、メイ。何があっても、私たちがそうした動機は、人類を深淵から救いたいからだよ。ええ、能力を使っていない。この件に関しては、あなた自身に判断してほしかったから。そういえば、
まだ質問していなかったね。メイ、あなたは自分の未来に好奇心を抱く？もし、自身の運命を記録した本が目の前にあったら、あなたはそれを開く？そう。確かに、以前私は相手の運命が記されている本をたくさんプレゼントした。ごくわずかな人たちがそれを貴重な贈り物だと感じてくれたようだけど、ほとんどの人は苦痛だと思っていた。結果を気にしない人は多少いる。メイ、あなたにも似たような気配がある。なぜなら、その本は彼らに大事な分岐点を教えた。ならば、その過程の中で彼らは慰めを手に入れられる。まだ数十年の寿命があると知ったら、翌日に危険な任務があっても心配しないでしょう。あなたは最初から疑いを抱いているから、それも自然だと思う。けど結果を知ったとしても、勝手気ままに振る舞わない方がいい。私の贈り物をもらって、死の心配がなくなった結果、任務で油断して、最終的に数十年間も体が不自由になった人もいたから。まさか、他人に苦痛を与えることを私がするはずがないでしょ。私を信じてください。それは、優しい教育。それだけだから。戦場に行くことを指しているのなら、確かに得意ではないよ。精神感知型は戦闘に関しては弱い。私たちには他にやるべきことがある。ええ、スー、彼は無意の道徳に反対し、精神感知型として地球にいながら終焉との戦いに参加した。私のように考えに考えて、どう死に場所を得るかを考えていなかった。
しかし崩壊を目の前にして本当の意味で局外に立てる人間はいない。私はただ違う道に進んだだけだ。それもその場限りのことでしかない。弱者を解放する、その行為の本当の意味は、私が正しい方法を見つけるまでできるだけ彼らが遺憾を抱かず死に直面できるようにすること。だから私が唯一己の能力を乱用する状況になった。一部の人が結末を迎えるとき、私は彼らの一生分の苦痛を抹消する。完璧な人生だったと彼らにそう感じてもらえるように。事実上、記憶は唯一所持できるものだよ、メイ。他人のものでも、自分のものでも。もし、メイにそういう意志があるなら、私は、あなたをどんな存在にでも変えられる。何せ、すべての人の記憶の中で、あなたがそれを成し遂げたのなら、事実そのものになるから。私もそう思う。でもメイ、この世にいるほとんどの人たちが望むことは、あなたの想像よりもずっと少ないの。彼らは世界の真理を求めない。自分自身が何かを変えられるわけがないと知っている。彼らはただ死ぬ瞬間に誰かに抱きしめられたいだけ。変化に関しては私も同じように無力だけど、少なくとも私にはそういう些細な願いを叶えてあげられる力がある。ええ、どういうタイプの話が聞きたい？長い間期待を寄せられ、全力を注いだもの？それとも、窮地に陥った、絶望に満ちた、わがままなもがき？では、後者はまた、後の機会にしましょう。あなたの誤解を深めたくはない。私自身、自覚はないけど、あの頃の私は、あまりにも極端で、残酷さすら感じると、多くの人たちがそう思っていたから。前者に関しては、同じようにはっきりしない。最初、私も原因を変えることで結果に影響を与えようとした。それが私の最も失敗していた頃とも言える。
スーとはこの話をしたことがある。結末が変えられないのは歴史の過程による法則。一度あることは二度ある。人類はそれを繰り返すと彼は考えていた。当時の私は彼を否定する根拠がなかった。だから私は人類自身を試すことにした。ええ、だけどその試す行為も最後は失敗に終わった。その後、私が試した他の方法はただのもがきとしか言えないかもしれない。やはりその話はやめましょう。本意ではないけど、私は多くの人を傷つけた。悲しませるかもしれないけど、メイ、あなたも私が解放したい弱者なの。私は試したけど何も変えられなかった。それでも私はできるだけあなたの結末を円満なものにしたい。メイ、こちらにおいで。怖がっている小動物みたいな顔だ。では、そばに来てください。あなたがそれを受け入れることは決まっていたから、私は余計な枝を取り除いただけ。さあ、手を出してください。一つの象徴。私が戒律を手に入れたばかりの頃、この能力を使うために相手にこういう指輪を送ってきた。その上には与えた戒律が刻んである。私は形を大事にしているから。どの戒律も己の身に与える印であり、自分を思い出させるためのマークでもある。しかし世界が壊れていくにつれ、ますます頻繁に戒律を使うようになり、私でも面倒になることがあった。いいえ、メイ、あなたには本当の戒律を与えるつもりはない。
現実で生き続けなければならない相手にとって良くはない行為だから。この指輪に関しては私が自分に戒律を与えた時に作ったもの。あの時の束縛は今あなたに対する祝福でもあるから。メイがその気なら試してみるといい。脅しではないよ。本当にそう思っているから。何？